もうやるときにやっぱ大事なこのね、背中がこう、モデルさんすごくね、背中のこの S 字がしっかりと分かりやすいので、説明しやすいんですけど、で、この R に沿って、背中の R に沿って自分の体もこのシャルビーダンス理論をね、利用して、腰の方なんかこうグッと反るから、それに対してちゃんと合わせるというのが大事です。こう合わせて。合わせてやるのが大事です。ぐっと自分が動いていくと。だからやってることはいつも同じなんですよ。前に押してるだけ、こうやって押してるか圧を入れてるだけ、自分が変わってるだけ、こうやって。だから毎回同じことやってるから楽でしょ。変にこういうふうにいじって、こうやってこうやらなくてもいいから、ちゃんとそのままの状態でぐっと。だからこれ GoPro のカメラで見たら多分同じ動きしかしてないと思う。こういうふうになってないからね。シャルビー使ってくださいね、シャルビーね。シャルビーダンスで、シャルビーダンスじゃん、シャルビーダンス理論でね。シャルビーダンス理論ですよ、リーさん。